千鳥賞は、源氏物語の注釈書である。源氏物語千鳥賞あるいは、源氏物語難儀賞と呼ばれることもある。川海賞の著者である、四つ辻義成が、取得3年7月26日から下境2年11月30日に、かけて30数回にわたっていった、源氏物語についての講義の内容を、聴講者の一人だった大内氏の家臣、平井、 すが30年以上経過した、永二26年3月下旬になって、当時の記録をもとに取りまとめ、これを、主君の大内持世に献上したものが本書である。講義の後で、平井が四つ辻に、様々な質問して得た回答も含めたもので、聞き書き形態の注釈書としては最も古い時代に、成立したものである。またこれ自体が、源氏物語の全巻にわたる講義が行われた。 最も古い記録でもある。写本には一巻のものと二巻のものとがある。本書の注釈としての内容は、巻城を追って、現氏物語の本文から、難解な語句を取り出して、簡単な注釈を加えたものである。かつて本書は、あくまで、四つ辻義成の説を記したものであり、四つ辻義成の説は、川会省において、最も整った形で示されている。 と考えられてきたため、注釈書としての価値はあまりないとされてきた。しかしながら、本書の内容を詳細に調べると、川会省と異なる注釈が行われている部分が存在し、中には後に成立した課長余剰と一致するものが存在することが明らかになってきた。これについては、が存在する。本書は、伝本によって以下のような様々な署名が記されている。 しかしながら、多くの伝本に付されている抜文によると、著者自身が付けた署名が、千鳥、または千鳥章であると考えられるため、一般に千鳥章と呼ばれている。本書には、数多くの伝本が存在するが、署名や奥書き、幹物の有無や、抜文の位置の他項目の移動など、伝本間の違いは少なくない。 本書の写本及び版本は様々な観点から3つないし4つの伝本系統に分けられるが、その基準は学者によっていくつかの異なった観点からのものが存在する。町井新一は奥書き、漢物の有無や抜群の位置によって以下の3つの系統に分類している。大津雄一は奥書きの有無と内容によって以下の4つの系統に分類している。片桐陽一は 項目の脱落や、後世の放棄と見られる、記述の有無などといった内容をそのものから、一下のように分類している。伝本によって、若干の違いはあるものの、各巻の巻名の下に、それぞれの巻が抗議された日付を意味すると見られる、記載がある。そこから抗議は、概ね巻所に従って行われたことがわかるが、一部に巻所とは前後する記載があり、これが、 日付の記載の誤りなのか講義が行われた日、そのものが前後していたのかについては、諸説ある。ありがとうございます。